先輩、楽しみですね。ああ、2ヶ月ぶりの休日だからな。この日のために海の美味しいグルメ調べ尽くしましたもんね。今日は海のグルメ食べ尽くすぞ。はい。いろいろするな。今もって。抵抗ペンギン。煽り運転するとどうなるのか。ペンパイご機嫌ですね。そうか。でもペンパイ本当にこの2ヶ月頑張ってましたもんね。僕が間違えた決算書類修正したり、僕が消したデータ復元したり、本当偉いですよ。どの立場から言ってんの。煽り運転。なんだ危ないな。どうしたんですか。後ろの車が猛スピードで追い上げてくるんだ。生意気ですね。急ブレーキかけて脅かしてやりましょうよ。もうやめろ、大事故になるぞ。一旦脇に車を止めよう。煽り運転とは。あれは煽り運転だな。煽り運転？煽り運転は他の車に対する嫌がらせ運転のことだ。例えば前方車両に対して衝突するような距離まで車間を詰め、道を譲るよう強要したり、前方車両を猛スピードで追い回したり、ハイビームやパッシング、クラクション、幅寄せなどの行為で他者を威嚇する行為だ。許せませんね。他にも慰謝料などの賠償金を狙って故意に事故を起こす当たり山煽り運転と一括りにされているんだ。煽られた車が事故に遭うことはもちろん、第三者が巻き込まれ二次災害となる可能性のある許せない行為だ。トラブルに。先輩、前の車止まってますよ。何？あ、降りてきた。あれはパンダ。パンダ、何をやってるんだ。何呼び捨てにしてんじゃ。お前がチンタラ走ってるから危ないだろうが。俺はちゃんと法定速度で。黙れ。パンパンパン。なるペンパイ殴ってんじゃこれ。あれ、ペンギンシャチくん、やばい。いてパンダのやつ逃げたな。ドライブレコーダー。とりあえずパンダが他のやつに煽り運転する前に警察に報告しよう。でも証拠なくないですか。ドライブレコーダーがある。レンタカーにもドライブレコーダーってあるんですか。ある車もあるぞ。それに近年ドライブレコーダーを搭載したレンタカーが増えてるんだ。証拠があるならよかったです。なかったらパンダさんを食い殺しに行こうと思ってたんで。本当にやってよかった。70%。でも警察に行ってたら海のグルメ行けませんね。せっかくの休日だったのに災難です。そうだな。でも煽り運転に遭う確率は結構高いんだ。そうなんですか。ああ、およそ 70% のドライバーが煽り運転に遭ったことがあると言ってるんだ。そんなに。ペンギンがシャチに食べられる確率より高いじゃないですか。一応聞くけど、今お腹空いてないよな。 SNS 警察に報告したらすっかり日が暮れてしまった。すごいです。どうしたんだ。ドライブレコーダーの映像を SNS にアップしたらすごい反響になってます。やっぱりみんな煽り運転は許せないんだな。いえ、ペンギンが運転してる動画としてです。確かにそれは話題になるな。指名手配。本日煽り運転の動画でネット上で話題になったパンダ容疑者を警察が指名手配しました。パンダさん指名手配されましたね。煽り運転でも指名手配されるんだな。それにしてもパンダさん仕事来なくなりましたけど、全然仕事量増えませんね。あいつはいつもサボってるからな。逮捕。バカな警察どもめ。僕を見つけることはできまい。ん？大好きなプロレスのチケットだ。わーい。容疑者確保。押さえつけないでください。逃げませんから。逃げませんから。自分で行きますから。罰則。パンダさん捕まったらしいですね。そうだな。パンダさんはどうなるんですかね。今回は高速道路での違反だから3ヶ月以下の懲役、または5万円以下の罰金だな。それだけですか。まあ今回は暴行罪が成立するだろうから、理論上は併合罪でマックス懲役22年6ヶ月だ。そうなんですね。けど煽り運転は通常は免停期間を過ぎれば何もなかったように車を走らせることができる。さらに仮に免許取り消しになったとしても、一定期間が経てば再び免許を取り直せるんだ。それなら大丈夫ですよ。なんでだ。パンダの寿命的に15年も捕まれば終身刑ですから。パンダの場合はな。とにかく煽り運転は大事故にもつながる、自身も危険な行為だ。絶対にやってはダメだぞ。
パンダは学生時代インターンとかしてたのか。してたよ。どこで？振り込め詐欺の会社。え？次回、振り込め詐欺の実態。いやー、学生時代のいい経験になったよ。チャンネル登録よろしくな。登録するといいことあるの？俺が無限にピチピチしてやる。ピチピチ、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 この腹黒パンダが。